吉田勝美吉田勝美十一月二十三日隊は、日本の競争馬生産者、バッシュ。ノーザンファーム代表、ノーザンホースパーク代表取締役社長、ヤシロ大スタリオンステーション代表取締役を、務める。九百四十八年十一月二十三日、当時、ヤシロ大牧場千葉富里文場の経営者であった、吉田全在の次男として生まれる。一歳上の兄に、 ケルや三歳下の弟に、春地カがいる。出生当日に、天皇賞を制した勝富士にあやかり、勝也と名付けられるはずであったが、出生当時に限り、成りが人命用漢字と認められていなかったことから、勝美と名付けられた。幼少より馬に親しみ、小学校四年時に、母と兄弟が東京都港区に購入した家に移った後も、勝美だけは、 前在の勧めで牧場に残り、雑用を手伝っていた。小学校卒業後は、東京に移り、青山学院中等部、慶応義塾高等学校を経て、慶応義塾大学小学部に進学。高校、大学では馬術に没頭し、また、その活動を通じて、妻となる和美とも知り合った。大学4年時の末から、テルヤが管理を任されていた。 イギリスのリッチウッドスタッドを手伝いに入ったが、優等し2ヶ月で日本に返され、以後は全財が北海道早北町に新設する、ヤシロ大ファーム早北の建設作業に2年間従事した。その完成後は、馬町を任され、アンバー社大が1981年に有馬記念を制したのを皮切りに、数々の八大競争、GIQ 競争優勝馬を生み出した。 他方、八代大ファーム白追の生産場で、GI 競争2勝を挙げた、サッカーボーイの引退に際しては、種ボバとしてのつなぎ用場所をめぐって前在と対立した。輸入種ボバの優越を主張する全財に対し、勝ツは、同馬の優れたスピードは輸入場に劣らず、八代大でつなぎ用すべきだと解き、これを認めさせた。この出来事について勝ツは後年、 兄貴は若い時から海外へ行って、アメリカの競馬や生産も目の当たりにしてきた。私の学生時代は馬術に熱中していて、関東学生選手権で優勝したり、インカレデニーになったり、競馬や生産にしても、基本的には日本でしか見ていませんでしたから、内国産守護馬に対しての思い入れはあったかもしれませんと語っている。1989年には妻、 カズミと共に乗馬文化普及をテーマとした公園、農山ホースパークを創業した。これは従業員の乗馬技術の向上や生産馬が余生を送る場所の設置という目的もあった。1993年8月に全在が死去すると、テルヤが馬長を務めるヤシロダイファーム千歳、カ美ミのヤシロダイファーム早北、そしてヤシロダイファーム白井は、それぞれヤシロダイファーム、 ノーザンファーム、白追ファームに分社化され、独立した牧場となった。1999年、ノーザンファームは、東京優秀に優勝したアドマイヤベガラの活躍で、初めてリーディングブリーダーとなり、以降も、ヤシロダイファームと主位の座を争い続けている。両牧場のライバル関係について勝美は、スタッフの間では、お互いをライバルだと思って、気合が入っている人も多いでしょう。 それはそれでいいことですが、兄弟の間では意識していませんねと述べている。2005年にはディープインパクトが中央競馬史上6頭目のクラシック3冠を達成、最終的にはシンボリルドルフ以来の7冠馬となり、2008年に八代大グループの生産馬として初めて中央競馬の伝道入りを果たした。妻の吉田和美 JRA 検証馬となったものにディープインパクト、 ジェンティルドンナ、JRA 年度代表馬となったものにエアグルーブ、ジャングルポケット、アドマイアムーン、ブエナビスタ、アーモンドアイ、リスグラシューがいる。勝美の勝負服職、吉田勝美名義の競争馬は大半が、ヤシロ大グループオーナーズの所属馬であるが、レックスプロの所属馬や、タバシュから中途購入した個人所有馬も含まれる。GI 競争優勝馬その他、 重症競争優勝馬その他の馬和美の勝負復職、吉田和美名義の所有馬は、外国産馬、セールで、ノーザンファームが購入した他牧場生産馬が多数を占める。その他、健康面などの諸事情により、クラブでの募集やセールへの上場が叶なわなかった、ノーザンファーム生産馬も含まれる。g i 級競争優勝馬その他、重症競争優勝馬、ありがとうございます。